ごい数の冒険者だ。みんなやっぱりこのダイダロス通りが怪しいって分かってるんだ。おいリトルルーキー、何か知ってることがあるなら教えろよ。僕は何も知りません。主神様がうるせんだよ。お前がモンスターどもについて何か知ってるんじゃねえかってな。これでいいんだ。僕が目立てばその分フェルズさんたちも動きやすくなる。冒険者たちの注目を集めるんだ。冒険者たちが僕の後をついてくる。あとはロキファミリアだけど。あの人たち、ロキファミリア、誰かに知らせに行った？フィンさん、それとも。アイズさん。フィン、あの子がダイダロス通りにやってきたら私が見張る。平気なのかい、アイズ。君は何かとベルクラネルに肩入れしすぎている。正直に言うと、君が彼の行動をあえて見逃さないかと懸念しているんだ。今のベルクラネルは客観的に見てもオラリオにとって不安要素であり危険因子だ。それを受けて僕たちがやることは2つ。最大限に警戒し、場合によってはその行動を阻止する。それが本当に君にできるかい？あの子が変な真似をしたら私が止める。他の人にやらせるんだったら私が止めたい。モンスターも現れたら倒すよ。いいだろう。ベルクラネルについては君に一任する。オルバたちが教えてくれた通り、今はベル一人だけ監視するよ。ベル。アイズさんが一人だけ僕に。まずい、やられた。アイズさんだけで僕を完全に抑え込むつもりだ。